ラルフ・コープランド、ラルフ・コープランドは、イギリスの天文学者であり、三人目のスコットランド王室天文館である。コープランドは、ランカシアのムーアサイド農場で生まれた。五年間をオーストラリアで過ごし、そこで天文学に興味を持った。1858年にイギリスに戻り、技術者としての道に進んだ。天文学への興味を熱心に追い求め、コープランドは、 小さな天文台を作った。技術者としての職を辞し、ドイツに留学して、ゲッティンゲン大学で天文学を学んだ。ウィリアム・パーソンズからの金銭的支援を得て、イギリスに戻った際には、コープランドはドイツの天文学の手法を持ち帰った。後に、彼は、ビルヘルム・ローゼ等の多くのドイツ人を助手に採用した。その後、コープランドは、 ジェームズ・リンゼーの所有するダニエクト天文台で働いた。コープランドは世界中に観測旅行に頻繁に出かけ、それぞれモーリシャスとジャマイカで1874年と1882年の金星の日表通貨を観測し、その他の天文現象をグリーンランドからも観測した。1889年1月29日、コープランドは スコットランド王室天文館になるとすぐにエディンバラのシティ天文台で働き始めた。彼は新しい天文台の建設場所を選ぶ仕事を与えられ最終的にエディンバラのブラックフォードヒルを選定した。かつての講演者であったジェームズ・リンゼーがダンエクト天文台から新しい天文台に観測機器を寄贈し1896年に 天文台は1896年に開設した。コープランドは死去するまでスコットランド王室天文館を務めた。1905年に死去するとエディンバラのモーニングサイド墓地に葬られた。コープランドはほとんどはウィリアム・パーソンズの72インチ反射望遠鏡を用いて35個の NGC 天体を発見した。ダンエクト天文台の可視光分光系と アラスカ遠征では、惑星状成分を発見した。シシザの7つの銀河 NGC3745、NGC3746、NGC3748、NGC3750、NGC3751、NGC3753、NGC3754 は、有名なコープランドの7つコを形成している。 コープランドは二度結婚し、六人の子供を設けた。フランス語、ドイツ語、ペルシア語が流暢であった。カナダブリティッシュコロンビア州レベルストローク北西のモナシー山脈にあるコープランド山は1939年に彼の名前にちなんで名付けられた。この山はコープランドオネーの山頂で、近隣にはコープランド川もある。コープランド山では 1971年7月1日から1972年6月30日にかけてカナダ国内における1シーズンの最高積雪記録が樹立された。ありがとうございます。